日本陸軍で採用されたボルトアクション方式小銃である38式歩兵銃について紹介します。38式歩兵銃の概要。有坂成明が開発した近代的な国産の連発式小銃である30年式歩兵銃は、日清戦争で主に使用された村田恒義の単発式小銃13年式18年式に代わって、1904年から1905年にかけて行われた日露戦争で帝国陸軍の主力小銃として使用されたものです。30年式小銃自体は当時としては世界的な小銃であったが、満州軍が両島半島の戦場で使用した際に、設計時の想定よりも土地が荒れていたり埃が多かったりしたために故障が頻発しました。そのため有坂の部下として30年式歩兵銃の開発にも携わった南部喜次郎が中心となってこの銃の開発が始まったのです。30年式歩兵銃をベースにした改良であったため、小銃本体の大きな変更点は部品点数を減らして機関部をスリム化したことだけでした。この改良は順調に進み、1905年に仮規定として採用され、翌1906年、明治39年5月に正式採用されました。日露戦争終結後の1908年3月から配備が開始され、約2年かけて30年式歩兵銃の置き換えが完了しました。この銃が実際に使用されたのは第一次世界大戦です。以来、38式歩兵銃は日本陸軍の主力小銃としてシベリア作戦、満州事変、第一次上海事変、日中戦争、張鼓砲事件、ノマンハン事件などで使用されました。1938年には大口径実弾である 7.7mm×58弾を使用する次期主力小銃九九式普通実砲の開発が始まり、1939年には九九式単小銃及び九九式小銃として暫定的に策定採用されました。この2つの銃のうち九九式単小銃は38式歩兵銃の後続として量産され、順次部隊に配備されました。九八式小銃は38式歩兵銃の後継として量産され配備されました。満州では九九式小銃が日本陸軍の主力小銃として使用されました。満州ではモーゼル小銃を製造していた豊天工廠南満州陸軍工廠が1935年に生産を開始し、日本での生産、韓国のインチョン陸軍工廠を含むが終了した後も1944年まで生産を続けました。満州での生産と国内での生産は、製造番号の後に豊天工廠で作られたことを示す刻印がある以外に違いはありません。満州で生産された銃の総数は340万丁で、日本国内では最大の生産数でした。主力の小銃として長年使用されたため、騎兵銃型、単銃型、狙撃銃型など多くの派生型が開発、使用され、その多くが海外に輸出されました。38式歩兵銃の開発、製造。日露戦争の主力小銃であった30年前の歩兵銃は、エンジン部の構造が複雑で、分解時にファイアリングピンが折れることがあったといいます。また、開発当時の満州や中国大陸の気候が予想以上に厳しかったため、大陸特有の細かい砂や埃がエンジン内に入り込み、故障の原因となっていました。これらの欠点を補うための主な改良点としては、エンジン部の構造の簡素化、油蹄波との連動、38式実砲の採用、火薬ガスが真後ろに噴出しないように、発射ピンの中央に段差を設けたことなどが挙げられます。また、扇形回転照準器の装備、断層底部の落下防止、断層バネのコイルバネ化、手袋着用時のトリガーガードの大型化、ボトムストップのモーゼル銃と同様のレバー式への変更などが行われました。特に、エンジン構造の簡素化は画期的で、部品点数は、モーゼルゲベール98よりも3つ少ない計5点となっています。その一方で、激震と点火ピンの後端が露出していないため、発火しているかどうかを、外から目視で確認することができなくなりました。油蹄波は、
薄い鉄板でできており、銃から取り外した幽霊波と組み合わせることで幽霊波と一緒に銃に取り付けられます。幽霊波の断面を見ると、両端に小さな返しがついており、装着時には銃の側面にある溝に合わせなければなりません。幽霊波が変形するなどして銃に合わない場合、振動や振動によって騒音が発生することがありました。1921年4月、サビを防ぐためにライフリングを6畳から4畳に変更しました。38式歩兵銃の製造技術、熟練した腕を持つ職人の手で一丁一丁丹念な調整が加えられた上で組み上げられ、命中精度の高さでは定評がありました。6.5 ミリという小口径と長い銃身の組み合わせは、発射炎、マズルフラッシュや発砲煙が少なく、戦闘時の非発見率の低減に役立っていました。量産性を高めるために構造を単純化することに成功し、組み立ての最終工程は熟練工が担当しました。日本で小銃の部品交換が可能になったのは、後継機の旧旧式小銃と旧旧式短小銃からです。また、重さが約 4000g もあるため、兵士の疲労度が増し、実戦では不利になりました。木部には、国産のクルミを使用しました。銃床は、耐久性を高めるために、2枚の木を上下に重ねて作られています。金属部分、特に、銃身鋼には、軍用銃としては珍しいタングステン鋼を使用しています。砲身鋼は、八幡製鉄所で精錬された後、各工廠で加工されました。砲身鋼を国内で精錬したのは、この銃が初めてでしたが、原料は国内では調達できず、タングステンは、際田鉱山の懐柔石、鉄鉱石は、中国の安山から調達していました。また、銃身鋼の製造特許は、オーストリアのボーレル社から取得しました。また、銃身には、メトフォード式のライフリングが刻まれており、製造には人手がかかるが、耐久性に優れていて、銃身の寿命は約8000発とされていました。38式歩兵銃の運用。完全軍装の歩兵は、5発の弾薬が入った30発の双弾子が入った前箱を左右に2つずつ、60発の弾薬が入った後箱を、1つ、それぞれ革ベルトに通して合計120発を携帯していました。弾薬入れは、3個1組、計15発で紙箱に梱包されており、紙箱のまま弾薬箱に入れることが義務付けられていました。銃剣は、30年式歩兵銃の制定に合わせて制定された30年式銃剣です。基本的には、供給効率の観点から、38式歩兵銃を装備した会社には、同じ38式カートリッジを使用した38式機関銃、1923年から1940年までは11式軽機関銃、1930代後半から終戦までは96式軽機関銃も装備されました。日中戦争後、日本陸軍は96式軽機関銃を配備しました。1930年代後半以降、帝国陸軍は1937年の歩兵装填草案で本格的な分隊対戦闘に移行しました。当時の帝国陸軍の歩兵小隊火力の中核は軽機関銃と重敵敵弾頭でした。また、各大隊には12丁の重機関銃を装備した機関銃中隊と2丁の歩兵銃、92式歩兵銃または97式局舎歩兵銃を装備した大隊歩兵小隊がありました。また、連隊、歩兵連隊には3砲、4連装3砲を装備した連隊砲中隊と対戦車砲、94式 37mm 砲を4門装備した速射砲中隊があり、歩兵大隊と直接、間接的に協力しているので、日本軍は38式歩兵銃だけで戦ったという伝聞は誇張されています。このような38式の性能に加え、優れた射撃訓練のカリキュラムを有していた当時の日本軍兵士の射撃能力は、諸外国の軍隊と比較しても、非常に高レベルであったと言われ、南方の諸戦線で日本軍と戦ったアメリカ軍将兵をして、日本兵は全員がスナイパーだとさえ言わしめました。38式歩兵銃の戦後。第二次世界大戦後、38式歩兵銃は、
救急式歩兵銃とともに連合国軍に接収され、ほとんどが処分されたといいます。その中には、警察予備隊が使用していたものもありました。また、本銃を含む帝国陸軍の銃器、銃、軍服、刀剣の多くは、全国の陸上自衛隊駐屯地に設置され、陸上自衛隊が中心となって運営している資料館、資料館、記念館などに保管、展示されています。日本から流出した38式歩兵銃は、一定数が現役で存在し、愛好家や博物館が収集しているほか、アメリカやカナダでスポーツライフルとして流通しているものもあります。また、逆輸入され、競技用や狩猟用として合法的に所持されているものもあれば、加工されて非稼働小銃として販売されているものもあるといいます。海外では、タイプ38アリサカライフルの名で知られており、特に、米国では、カスタムライフルのベースガンとしても広く用いられていました。読売新聞は、2013年、ミャンマーの武装反政府組織、パオ民族解放機構 PNLO が、38式歩兵銃1丁を使用していたと報じました。詳細は不明ですが、この銃は、地元住民から PNLO に譲渡されたもので、7.62×39mm 弾の弾薬を装填できるように改造されていたといいます。読売新聞の取材に応じた PNLO の幹部は、この銃について、命中率が高く、性能も非常にいい。政府軍と戦うための重要な武器であると語っています。2009年には、埼玉県の介護老人保健施設で、認知症の短期集中リハビリテーションに、38式歩兵銃のモデルガンが使用されていることが報じられました。施設で戦争を体験した入所者に、38式歩兵銃のモデルガンを見せたところ、ずっと座っていた入所者が、モデルガンを背負って歩き始めたといいます。ご視聴ありがとうございました。もし、良ければ、もう一本、この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。